ートルでね、そうするとこれですよね、特定記録すべき。これ定期が280円からであります。まあ、これも追跡機能があるものとしては、一番安いものになりますね。280円なんで。で、ただ、重さによっては、データパックの方が安くなる可能性はありますので、そうですね。360円ですので、ある程度の一定の重さ以上になる場合は、データパックの方が安くなるかもしれませんよっていうのは、頭に入れておいてください。ただ、普通の郵便ね、大体 100g くらいで収まると思うんですよ。とね、ある程度分厚くても採用のやつやったら。そうすると、プラス20円の300円ですから、まだこちらが安い。ね、ということで、採用ですね。まあ、受けバック投下も可能なんで、まあね、採用担当者に負担も少ないです。まあ、さっき言ったように、あまり、対面配達かどうかというので、変わることはないんじゃないかなとは思います。特に採用関係ではね、その分手間を取らせるんじゃねえぞみたいなところの方があるんじゃないかななんて思うんですけど、まあ、わかりません。これは採用担当者の、人となり、気分次第というところがありますんで、あくまでも客観的意見としてね、言わせてもらうとこんな感じ。で、まあ、ただ特定記録は保証はないですよ。まあ、ただ保証があったところで、さっき言った通りなんです。保証が有無って言っても結局あまり関係ないんですよね。保証はないですし、まあ、再生便の保証もないんで、あくまでも記録がつくだけです。まあ、一応ね、これも手区分になって、変なところにはいかんようにとかね、そういう配慮はされますけど、っていうところがあるんで、なんや、どれもなんや、パッとせんやないか、どれがええんやって言ったら、実はここで裏技あるんですよね。もう隣に書いてありますけど、配達日指定郵便っていうのがあるんですよね。これ意外と知らない人多いんですよね。ちなみにね、どんな郵便かって言ったらね、なんかね、郵便にね、こんなん貼るんですよ。配達日、配達指定日っていうの貼るんですよね。これで貼って、郵便物にこれを貼ってですね、あ、ただこれは、郵便局に持っていかないといけません。詳しくは配達日指定についてね、説明するところがあるんで、それ見てもらったらいいんですけど、ここにも書いてあります。この恩恵、これが一番大きいんですよ、こいつ。配達日指定郵便は、手割り区分の郵便では最安です。ですんで、これ、152円なんですよ。プラス32円でできますサービスなんです。平日の場合です。土日の場合は高くなるんですけど、原則と前提として新卒採用とかね、採用の履歴書というのは平日に送ることになると思いますので、今回は休日の設定は省かせていただきます。平日だと32円なんです。もうちくちゃ安いんですよね。他のサービスね、先言っとったように、特定記録とかと比べたら128円安い。だいぶコスパいいんですよ、こいつね。で、このプラス30円で何が一番 OK かって言ったらこれです。手割り区分になるんです、こいつ。ですので、速度とかと同じように、これも同じように、30円とはいえ、これ絶対この日に届けないといけないですよ。で、ですので、これね、他のところにとってね、その配達日がね、まあね、一週間とかね、ね、指定があってね、ああ、ね、戻ってきて間に合ったやったらいいですけど、そうじゃない場合は、ね、なかなかシャレにならないわけですよね。おいおいおいってなっちゃうんで、これね、実はこいつも手割りなんですよね。手で割ります。ただ量が少ないんでね、速達専用みたいなところがあるわけじゃないんですけどね。で、こいつだけは別でフューラーとやってきて、だいたいね、その日の朝とかね、早朝とかかなとかね、まあ、いくつかに分かれてね、配達して郵便でしてね、だいたい集配課長のところに届いてですね、はいってもらって、まあ、その日のやつは、はいはいはいって割り振って、で、その日以外のやつね、のやつは、レターケース、1から31まで書いてあるレターケースっていうのがあるんですよ、郵便局には。で、そのレターケースの日付のところですね、あ、ちなみに引き受けは、2週間前からとかっていう規定があるんで、1ヶ月以上前のものはないっていう前提だから、これでいけるんですよ。で、もう一本一本と、その日のやつに、レターケースにしまって、で、その日になったら、また朝一でそれをガチャッと開けて、そいつを出して、残留なし、残留よしって確認して、で、皆さんにお渡しする、その配達できる人に、配達して郵便だよって言って、みんなに、はいはいはい、何百いくか、あなた、710いくか、あなた、いつとかってね、そうそうそう。
で、これは必ずその日に配らないといけないというふうになるんで、実はここの郵便でね、人にもよるんですけど、あ、で、配達日が指定できるというのもね、これ利点なんですけど、ちょっと先にね、一般区、下に書いてあるね、一般郵便と分けて配ることもある。というかね、結構分けるケースが多いと思うんですよ。っていうのは、普通郵便と混じって、ファーって配って、で、まだね、配達日指定ってね、あれあれって届けた、ちゃんと届けましたとかって聞かれた時に分からなくなっちゃうんで、実はで確実に届けるためにこの時に確実に届けないといけないのっていうのがこいつと速達なんですよね、うん、これだけは再選便、まあ配達便指定は再選便じゃなくてもいいんですけど、うん、ですんで、配り忘れとるといけんもんで、大体ね速達とね同じようにしてね持つというか、うん、で私もね配達日指定郵便が来たら配達日指定郵便が来たって言ってそれはねやっぱして、ね、一番上にしてこれは普通郵便と配達指定郵便が届いてますよってお渡ししてましたね、うん、そうやってすると確実に配ったのを覚えてるんで、でしかも配達日指定郵便ってなーとねちょっとね例外はあるんですけどねドカドカーって届くっていうケースもあるんですけど、うん、これ結構よく対応するね、あの実はメーカーさんあるのはあるんですよ。バースデープレゼントのねサービスやってるようなところとかね、あるんで、そこのねところが被っとるとうーっと配達している部分がいっぱいなんてこともありますけど、それはね例は置いといても配達日が指定できるんで、そういうふうにしてね分けてね、確実に配れるように、ね、しますんで、そうするとね、まあまあメールセンターみたいなところに届くとくれたらいいかもしれませんけど、それでもね一番上に来てるんでね、例えば左右のやったら「ああ一番上に来てるよはい」なんてね「あそこだ」とかとね早めに出すやつはね先にお渡しするようなところやったら「あ先にこれが届いとるね」って言って「あじゃあ配達してその上に来とるんやったら「はい」ってなるのね。あら、やるし。で、これね、もう一つメリットがあるんですよね。特にこれ、新卒の方、は、配達日が指定できることによって、実は、募集開始日に合わせて、指定とかできるわけです。なんで、採用の場合は何日か募集を開始しますよとか、ね、新卒なんか特にね、ありますよね。まあ、第二新卒とか、中途でね、一斉採用とかの場合も、この日からエントリーを開始しますとかってなるじゃないですか。ね。そうすると、その日に合わせて、ある程度事前にね、再選便保証ではないので、速達とは違うんでね、あくまでも配達日を、指定するだけなんで、ある程度事前の順番ありますけど、うん。で、例えば初日が決まってるっていうんだったら、それ事前にですね、もう準備をしといて、封筒に入れて、この配達日に必ず届けてください。配達日指定郵便にしますって言ったら、30円チャリン、32円チャリンって払うだけで、必ずは郵便局は届けさせていただきますってなるんです。30円で本当に絶対、言霊取れますから、これ。ね。で、しかもそこで郵便局に持っていかないといけないんですけど、郵便局に持っててね、うん。そうしたら、本当にちゃんと届くかどうかも、ちゃんと絶対調べてくれますし。で、調べて、受付できない郵便やったら受付できませんから、必ず入って大丈夫です。絶対こいつはその日に届けさせていただきますって。言霊取れますから、配達日で郵便は。ただ、毎日間違ったとっても、ごめんなさいしか言えないっていうのも、これ郵便局の悲しさではあるんですけど。うん。ね、うん。で、ですので、これ何が一番いいかというと、これやってくるってことは、あ、ちゃんと準備して、これでね、ちゃんと募集開始日に届いた郵便を見たらですよ、開始日から、人事担当者、開始日からいっぱい届いたらいいか、ね、見たら残り一つで、大体、で、めったに来ませんから、採用郵便でね、私自身が、見たことあるのがね、2通か3通やったな。サンツはね、使っとってね、配達日指定郵便にうんって見たら履歴書でね、ほぉー、やるなぁ、そっかそっか、この手を使ってくるかってね、ちょっと私なんかはね、感心したもんです、その2、3人は。やるなぁってね、うん。そう。実際にね、どうなんでしょう。で、実際、この郵便のシステム知ってる人から見たら、あということはちゃんと事前準備をして出してちゃんと配達日に
届くように、それで大体そういうふうにして上の方に入ってきますし、パーって見たら配達してる指、ね、さっきも見せましたけど、こんな感じでね、赤いシールがピタッと貼ってあるんで、ちょっと目立ちますよね、こいつ。うん、で、配達日指定とかで、赤字で書いてもいいですよ、もうね、そうですよ、うんね。で、いうふうになってるんで、目立つんですね。ね、そうなんですよ。これね、結構大事なんですよね。で、しかも分かってる人からしてみたら、おうほうほう、ちゃんとやるやないかってな。しかもこれ30円でできるサービスで、お、30円でうまいこと郵便が使うやないかってね。あ、見る人が見ると、おう、おもろいことするやないかってな。まあ実際これで、配達日指定郵便がいっぱい増えたらごめんなさいねっていうところなんですけど、まあそんなに見ないですよ、うちの動画。もうこの前あげた動画、ね、1ヶ月経ってまだ10再生いってないんですから。ね、ここの動画に巡り合えた方はね、ラッキーだと思って試してみてください。そしてもしこれで大当たりしたならね、ぜひね、動画を拡散してもらってもいいところですけど、あはは。このね、配達日指定郵便。穴場ですよっていうことでね、ぜひね、活用していただいたらいいんじゃないかな、なんて思ってる次第でございます。ということで、まあ、これなんかね、ぐだぐだと撮ってましたけど、就職のね、何かの手助けになれればと思いますので、よかったらぜひご参考にしてください。ということで、この動画で締めさせていただきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。